ちょっと待って。はい。おい、マジでありえへんわ、今の。何回呼ばれなあかんの。リンク3度寝もするなんてゼルダ起こすの大変。何回寝んねんな。これ、100年経ってるからな、全部。100年経って、100年経って、100年経ってるから。わ、きつい、またここか。もう、なんか、リンゴとか回収する気なくしちゃうな。いや、なんでもないです。100年ぶりやから。うわ、この景色。見覚えがあるような。昔。頭が。てかなんか今回、なんか虫寄ったのに虫欲しかったな。あ、またおる。しかもヘラクレスオオカブトやねんけど。違う。ヘラクレスオオカブトとコーカサスオオカブトが混じった。キメラやこいつ。剣カブト。あ、おるね。その魔物をいじめてはなりません。呼び出し食らってんけど、いじめてたら。こんなとこで呼び出し食らう普通。ほら。よし。校内放送来た。こら、下級生をいじめてはなりません。職員室に来なさい。ピタゴラスイッチ。なるほど。この岩を倒す、落とすと、効率的に魔物を倒せるんだね。なんか逃げ惑ってるわ。なんか弱そうで可愛いね。えい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 。リンク。なんかもう倒すたび脳内に出てくるわ。あー戻ってきた。この後に死んだってこと。早すぎるやろ。いやこれマジで罠やと思う。だってさ、見て。俺ここで起き上がってるやん。俺ここんで。見てな。今俺ここったで。真ん中おったで。はい、罠。これもう、やばい。やってること。なんで自分が今死んだんか理解したわ、ちゃんと。これは罠すぎる。ここからまた4つ祠回らなあかんねんな。いや、きついな。ついてまいれ。どうせここで止まんねやろ？ちょうどやねんけど。さあ、祠を4つクリアしますか。また同じ景色を見せてしまって申し訳が立たないですが、頑張ってゲットしようと思います。いえいえそんな。あら、なんか民度の高い視聴者がおる。いえいえそんな。オッケー。さあ、梵天丸来てくれよ。俺の呼びかけに答えてくれ。ハウ。馬なんているんですね。そうなんですよ。まだ、馬おるんかな。ゼルダって結構、馬出てくると思うんで、まあ予想ですけど。手際いいですね。さすが3回目。初めてですけど、馬いいんですよ。ゲーム。初回だからまだわかんないですね。そうなんですよ。ちょっとあんまわかんなくて、ゼルダっていうゲームそんな詳しくないんで、すいません。馬いるってワザップに書いてあったけど、嘘くさい。まあ、おらんでしょうね。だって、今の時代、馬で移動することなんてないやんか。言うたらこれだってスマホなんやで。このシーカーストーンだって。スマホやろ。移動手段多分車とかなんじゃないですかね。最近のゲームなんで。何でもそつなくこなせるの羨ましいですね。まあまあまあ、よく言われます。何でもできるねって。で、何でもできるよって返してます。俺より裕福な暮らししてるやつ全員許せません。ほら。じゃあこの2個俺のな。楽しいキャンプをボムで一発。言い方やろ。極悪人やんけ、その言い方。やめてよ。そんなつもりでやったんじゃないんだから。それは寒そうですね。いやいや、全然。いや、めっちゃ寒そう。え、すごいな。肌がちゃんと寒そうな肌になってる。なんだてめえら、偽物じゃねえ。なんかあの鳥が飛んでる感じいいね。だって絶対さ、ゲームを作る上でさ、まあ、一応いらん要素やん。鳥が空を飛んでるなんて。だって直接的な関わりないわけやし、こうやって進めていく上で。
やのにそれをちゃんと自然っぽくつけましょうっていうそのアイディアが素晴らしいと思う俺。前もこの時裸でした。前もいつまでもこの設定を貫く。皆さん1時間前の記憶がないのである。脳もリセットしてるんで、脳もちょっとリセットとかできたら面白いのにな。そうやったらめっちゃ面白かった映画を記憶消してもう一回見るわ。当然記憶もリセットされてるんですね。はい。あれ、え、誰ですか、あなたたち誰ですか、なんでゲームしながら喋ってんねや。なんだなんだ。いや怖いやろ。そう、でもよく言うやんか、記憶を消してでももう一度見た映画って。それでいざ消せますってなった時に、いやちょっと怖いんでやめときますって。じゃあお前今まで嘘ついてたんやけってなるな。なんかあいつはまた勝手に祭り開いてんな。俺がおらんとこで勝手に祭りをするな。大爆発の系や。たく、あ、こいつ瞬時に見分けた。このバンボムが危険だということやるね。この戦法をやりすぎてこのボムの入れ替えに慣れてきたもん。お前こっちまで来られへんな。あ、そっちからちゃんと登ったらこっちに来れるってことか。わかるんだね。いや、優秀だ。かわいい。えい。やばい。やばい。えぐい、こいつ。え、うわ、おい、食ってなかったら死んでたわ。見て、転がりで食らってるわ。お前、ほんま。いって、やばい。マジで。わかった。お前の勝ちでいい。やめて。危ない。お前の勝ちでいいってもう。あ、ザゴめ。捨て台詞ザゴがなのがダサすぎて好きです。あ、ザゴがよ。第4期か。いやいやいや、さすがに1日で、なんや。こいつらほんま。こいつらほんま。お前ほんま、許さんでその戦法。マジ最低。そういうことでしか敵を倒されへんの？先生どうぞ、戦えよ！よし、全部これでクリアや。お、来た。ほほほち。ちょっとサメから早くして。サメから早くして、ちょっと要件は手短に。えいか。やつ始まる。まあ、じゃあ、と、こ、ら？なんで上らなんですか？なんか、喜ぶかなって思って。裸好きが多分多いと思うんで、僕の視聴者は。喜ぶかなって思って、冤罪です。いい？お言葉に甘えて楽しませてもらいましょうか。ほら。ほら。なんか、裸好きの上級国民みたいなやつおるやん。お言葉に甘えて楽しませてもらいましょうか。